くぞ。おめえ、どうしてここに？やつの後をつけてきたのだ。その二人といってもやつは倒せん。だが、俺と貴様が組めば、倒せる可能性が少しはある。確かに。しかし、おめえが言って、どういう風の吹き回しだ？勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して、今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勝手にしろ。悟空、無茶をするな。わしらもやれるだけやってみよう。三人一緒に戦えばなんとか。クリリン、ダメなんだ。シェンロンには同じ願いは二度と頼めねえんだって。二人とも一度シェンロンに生き返らせてもらったろ。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえばどっちみちみんな殺されるじゃろ。そうだよ。だから俺たちにも協力させてくれ、悟空。クリリン、じっちゃん、すまねえ。よし、こっちから行こう。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか？そうか、ゴハン君の帽子のてっぺん、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。身の程知らずとはこのことだ。勝負っちゅうはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。聞いた風なことを抜かしやがって。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。そら、プレゼントしてやる。そらの本気を見せてやる。そら、プレゼントしてやる。まだまだ。もらった。俺の力を拒むものだから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば。
見苦しい戦いをするな、孫悟空。ピッコロ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。お前も新技を開発してるってのかよ。ようやくお前らとの差が少し縮まったかと思ったのに。クリリンも新しい技あんのか。ああ、俺の方はまだ。何？戦闘力1307。このガキ。当たってくれ。バカめ、この程度の攻撃なんぞ。万国びっくりした。何？じっちゃん。今じゃピッコロ。魔眼光殺法。この俺がこんな雑魚どもおめにご飯を預ける。悟空、本気か？あん時はほらピッコロと組むことを断っちまったけど、ピッコロ助けに来てくれた。確かにピッコロが来なきゃ俺たちは死んでたかもしれないし、倒す敵も一緒ではあるけど。ご飯、おめはどう思う？ほら、生まれ変わったピッコロむちゃくちゃ悪いやつじゃねえって思うけんど。僕はもっと強くなりたい。ピッコロさんと修行してみます。覚悟ができているのなら早速修行に向かうぞ。頼んだぞピッコロ。みんなかなりの力つけたみてえだな。いつまでもお前の後を追ってばかりだと思うなよ。俺の新技の完成度もようやく上がってきたし、見たらきっと驚くぞ。それぞれ磨いてきた技を試す最後の場となるだろう。実戦のつもりで臨むことだな。それでどうするの？天津飯、オラとやらねえか。この日が来るのを待っていたぞ、悟空。あ、オラもだ。受けてみろ。聞こう。
ここまでか。だが次やるときはこうはいかんぞ、悟空。まずはカカロットが相手か。弱虫ラディッツに勝ったからっていい気になるんじゃねえぞ。こっち。ベジータ、助けてくれ。動けないサイヤ人など必要ない。なんで仲間を殺したんだ。下級戦士一人すら始末できんやつなど俺の部下には必要ない。ほら、どうにもおめえのことが気に食わねえみてえだ。どうやら貴様もサイヤ人失格のようだな。貴様ナメック星人か。ナメック星人？ナメック星人は魔法使いのようなことができるやつもいると聞いたことがあるが、そうか、ドラゴンボールとかいうのを作ったのもさては貴様だな。さあどうだろうね。
旧戦士のカカロットがサイヤ人の王子である俺に傷を。砕け散れ！どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ、おざる豊作で化け物。チェー、ご飯の時ですら手こずったというのによりにもよってこいつが大ざるになるとは。今なら分かった、じいちゃん踏みつぶして殺したも、武道会場に現れた化け物中にもオラだったんだな。いいことを教えてやろうか、大猿になったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。諦めるな悟空、俺たちだって怖いけどここまで来たんだ。クリ、俺だけじゃない、ヤムチャさえやっちゃおうぜ。ご飯も近くに来てるんだ。どういうことだクリ、なぜチャオズたちまで。一か八かだけど試したいことがあるんだ。まずは奴の隙を作り出す。今だ、俺たち3人で奴に太陽拳を当てるんだ。太陽拳！奴にありったけの木をぶつけてやれ。くそったれ。逃がさない。チャオズの金縛りが効くくらいに弱っている。倒せるチャンスは今しか。俺たちの力で奴をやっつけたんだ。もうオラにゃほとんど力残ってねえや。この程度のことでだらしがないやつだ。サイヤ人が。大丈夫だご飯、あいつはもう。とんでもねえやつだったけど墓ぐらい作ってやるかな。貴様らの墓をかの。ナメック星人、
まだそんなことをする力が。お、今だピッコロ。魔漢光殺法。クリリン、すまねえが、そいつを言い返してやってくれ。悟空はドラゴンボールで生き返る。そして今度は絶対に。ベジータ、まさかこんなすぐに来るとは思わなかったぞ。カカロット、貴様が生き返っているということはドラゴンボールの力はどうやら本物らしいな。いいか貴様ら、今すぐドラゴンボールで俺を不老不死にしろ。いいか、よく聞けよ。そのドラゴンボールとやらをこの宇宙を支配しているフリーザが狙っている。貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。それほどにフリーザの力は強大だ。だが俺が不老不死になればフリーザにも勝てる。貴様らは黙って俺にドラゴンボールを差し出せばいい。ふざけるな。悟空を殺したお前にドラゴンボールを使わせるわけがないじゃないか。それにベジータや悟空よりも強い奴がいるなんて信じられないな。ベジータ、どちらにしてもドラゴンボールをおめえに渡すわけにはいかねえ。地球はオーラたちの手で守る。ふん、なら力ずくで奪うまでだ。あっ、みんな、ここはオーラ一人に任せてくれねえか。ああ、わかった。頼むぞ、悟空。オラの本気見してやる。ベジータ、おめえこの目よりもさらに強くなってやがんな。当然だ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。貴様らと戦っていた時の俺だと思うな。だがそれはオラも同じだ。おめえだけじゃなくオラも強くなってんぞ。小酒、条件が同じならサイヤ人の王子であるこの俺の方が強くなっているに決まっている。来た。このカカロットの強さ、
ここまで俺との差が縮まっているとは。カカロット、貴様俺と共闘しフリーザを倒さないか。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。その間に俺たち二人で修行すればフリ…待て、フリーザというやつが地球を狙っているならな。フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。俺は奴らが使えないルートで地球へ来ただけだ。それが本当なんて証拠どこにも。みんな、ベジータは多分本当のことを言っている。ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。自分よりも強いやつがいるなんて嘘を言えるはずがねえ。そんな嘘をつくくらいなら力ずくで奪うことにこだわ。じゃあ本当に悟空やベジータよりも強いやつが地球を狙って。どうやら本当に手を組むしかないみたいだな。さあ、次はドイツが相手だ。チュイを倒したぐらいで調子に乗るんじゃねえぞ、ベジータ。ようやく出てきたか、ドドリアさんにザーボンさんよ。愚かなやつだ、ベジータ。地球人と手を組んだところでフリーザ様にかなうと思ったのか。当たり前だ、地球人を当てになどしていない。待てよ、そういえば地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたとフリーザ様が気にされていたな。オラがその地球育ちのサイヤ人らしいぜ。まさかベジータと徒党を組むとは。サイヤ人ごときが我々に勝てると思ったのか。ベジータと一緒に殺してやるぜ。少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。私も加勢しよう。
ワクワクしてきたぞ。行くぞ。どうなってやる。なぜサイヤ人がここまでの力を。一旦フリーザ様に報告せねば。そりゃそうはさせるか。まずはお前からか。おいグリだ、分かってると思うが殺していいのは一人までだからね。ああ分かってるよな。で今のうちなら痛い目に遭わねえで済む。消えた方がいいぞ。なに。よかったなグルド、心配してもらえてよ。ちサイヤ人ごときが舐めやがって。義乳特戦隊の恐ろしさ教えてやるぞ。貴様らに教えてやろう、真の恐怖というもの。我々こそが銀河中から集められたフリーザ軍のエリート。リクエム、バータ、ジーズ、グルダ、ギニュー、みんな揃って、さあ、一気に肩をつけてくれる。小さいのは俺に任せてくれ。おいおい、いきなり入ってくると容疑が悪い。ほんの少しずつでいい。
現金を開けてくれ。来た。あいつの相手は俺が引き受ける。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。ならお前の相手は俺だな。リクム、これだけ任せてやったんだから、後でチョコレートパフェおごれよ。少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。うちうちのスピードである。俺がお前が宇宙一ってことは、これで悟空が宇宙一ってわけだな。なんだと？おい、こんなカスにどれだけ時間をかけるつもりだ。おい、俺も出るぞ。仕方ない。私が出るか。ギニュー隊長、ようやく一番強いやつが出てきたか。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。特戦隊が負けるなど。
早速試させてもらおうかな、ベジータの力を。ベジータ、いきなり何するんだよ。ギミューさん、地球人よりもまずはそこのサイヤ人から片付けてしまいなさい。わかりました。ギニューさんだと？なんだ、ベジータのやつが裏切ったのか。わかんねえけど、今とにかくやるしかねえ。少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。カカロット、俺の体を傷つけるんじゃない。あれはギニュー。俺の体って、まさか。今頃気づいたか。そうだ。この俺の能力でベジータのやつとこの俺の体を入れ替えたのだ。ところでギミューさん、私が命じたドラゴンボールの創作はどうなったんです。それがフリーザ様、こいつらの他に高い戦闘力を持つ者がどこにも見当たらず。なるほど、こいつらは戦闘力をコントロールできますからね。ドラゴンボールを作ったナメック星人は戦闘力を低くして隠れているのでしょう。ベジータの体を使っても勝つことができんとは。こうなったらお前の体をもらう。チェー、どいてろカカロット。ようやくチェンジを使いやがったな。おのれ、ベジータ貴様。こうなれば多少は戦闘力が落ちようとも。チェンジ。止まれ。ギニューの動きが今の超絶。この私と一対一で戦う？おお、初めてですよ。ここまで思い上がったおバカさんは。いいことを教えておいてやるカカロット。フリーザは変身ができる種族だ。ほう、よくそのことを知ってましたね。どうしてわかったのでしょうか。ギニューの野郎が口を滑らせやがったんだ。変身ってあの大猿みたいにか。あんな醜い変身とは一緒にしないでください。私はパワーがありすぎるために抑えているだけですよ。ならさっさとその変身を見せた方がいいぞ。
全力を出す前にやられちゃ悔やみきれねえだろう。ここまで私をバカにするとは。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやる。驚きなさいよ。おお、すげえ気だ。一気に倍近くまで膨れやがったじゃん。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。かけすぎたか。ベジータ。どうしました？二人でかかってきても私は構わないんですよ。カカロット、さすがの貴様も勝算もなくフリーザと戦ってるわけじゃないはずだ。あ、元気玉って技なら。でも元気玉を打つには時間がかかりすぎてどうにも打てそうにねえんだ。ならどうするつもりなんだ。他の仲間を戦わせることはできねえ。ホラが一人で奴の隙を作るしかねえ。バカな、なぜまだ戦うんだ。俺よりも弱いお前がフリーザに勝てるわけがない。下級戦士であるお前がなぜフリーザに立ち向かえるんだ。
いい加減、この戦いにも飽きてきましたね。そろそろ終わらせましょうか。大サービスでご覧に入れましょう。私の最後の演習、私の真の姿を。ご覧に入れましょう。お待たせしました。地獄以上の恐怖をお見せしてあげますよ。何をしている、バカめ。最後の先祖を食いやがれ。ベジータ、おめも。さっさと食わないのなら、その先祖を消し済みにしてやるぞ。すまね、ベジータ。バン、たまに来る野郎だ。貴様の方がダメージを負ってるくせに、この俺に気を使いやがって。そうだ、貴様は最初からサイヤ人らしくないやつだった。仲間を守るために強さを発揮する、そんなサイヤ人など俺は聞いたことがない。聞いた、ならば俺が貴様に見せてやる、本物のサイヤ人の力をな。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。安心するといい。貴様を殺した後に一人残らず、この俺様が地獄を見せてやる。マカンコーサポー。ゴア、ピクロ、なんでここに。あのガキ。それにナメック星人は何だ。どこから現れやがった。ナメック星人、そうか、やつらが。よくもこのフリーザ様をコケにしてくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。ん、よし、来たぞ。やれ、ここに。しまった。こんなもの、こんなもの、こんな、うわ。勘違いするなよ、カカロット。俺は貴様らの仲間になったつもりはない。貴様はいずれこの俺が倒すということを忘れるな。せっかく祝勝会に誘ってやろうと思ったのによ。まあまあ、パーティーが始まったらそのうちひょっこり来るかもしれないしさ。今度ベジータが姿を見せるのは、オラたちと本気で戦いに来るとき。かもしれねえな。脅かすなよ、悟空。ひとまず今はフリーザたちを倒せたことを喜ぼう。
ベジータのやつも今すぐリベンジに来るわけじゃないだろ。ああ、なんだかおら、すげえ腹が減っちまったぞ。悟空たちの戦いによってフリーザは倒され、地球に銀河に平和が訪れた。しかし悟空の戦いは終わらない。まだ見ぬ強者が、世界の危機がある限り、悟空の戦いは仲間と共にまだまだ続いていく。